皆さんこんにちは、モンハン初級者です。今日も重大事変の主ディアブロスに挑もうと思うんですけど、今回は初心者なりに対策したことがあります。まず主ディアブロスの潜り攻撃は逃げる、またデスロールの攻撃は逃げる離れる。私が落ちるポイントって分かってるんですよね。カプト割りが下手で3段階目起こった主ディアブロスに対応できないことですね。なので今回は独自にこのような対策を意識して頑張りたいと思います。特に3段階目の怒り状態対策としましては、方向後の突進はある程度距離が近い時には右側に猛ダッシュすれば避けられる、と連続突進3回来るやつは3回目で絶対に被弾するので、1回目と2回目で緊急回避を絶対に使わずに3回目で緊急回避を使うことですね。3段階目起こった時は足元がそんなに安全ではなくなるので、ある程度足元から離れてディアブロスの動きに注目したいと思います。私が失敗するのは本当にそこなので、カブト割りも確実な時にしかしませんし、コタル居合もモンスターが睡眠時の時だけにしたいと思います。何回受注しただろうこれ。今日はバルファルクの太刀で行くぞ。それでは行きましょう。主ディアブロスが3段階目怒ってからのお釣り率が半端ないので、怒る前までにたくさんダメージを稼げたらいいですね。早かった気づくの。よいしょー、キリー、はい、よい、ミキリー、はい、よい、カブト割り、よいしょはいカブト割り、あ、来ます来ますはい、尻尾当たるんかい、避けてるよ。あー邪魔、待って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 、この子寝てない、ちょっと無駄な時に睡眠しちゃったな。いましたので、はい、カウント終わり、避けて、避けろ、はい、カブト割り、よいしょ、はい、ちょっとなんかいろいろ視界が邪魔やった。カブト割り、はい、オッケー、はい、突進、いよい、お、最高です、いくよ、カブト割り、はい、分かってた、いかん、押せ押せじゃいかん、尻尾くるよ、よし、逃げますか、いましたね、はい、見切り、ちょっとケストダウン
メストドン邪魔だよ。見切り、オッケー、最高。はい、カブト割り、よっしゃー。ちょ、マジケストじゃん見えない、マジ見えない、見えない、画面見えないから、ちょっと狭いからダメだな。あ、来ますね。この距離は右でいいかな。右、あー、よかった、避けれた。はい、角にはまってます、この人。はい、はい、いやい、はい、いやい、はい、尻尾取れまして、カブト割りは間に合わない。潜りました。はい、はい、いけいけ、カブト、わあ、よいしょ、当たった、よかった。はい、いや、いい、ひるんでるの。はい、カブトじゃない、いや、いい、はい、いや、いい、カブト割り、はい、お、最高最高、ゲージ回収、よいしょ。あ、やばい、これだ、来ました、これです。はい、先ほどのがデスロールという技で、物構えになると絶対に避けないとダメなんですよね。すっかり忘れちゃってた、あの構えになったら絶対に避けないと。あ、これ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 だよこれだよ、あの構えってそれだよ。はい、いや、いい、からのカブト割り。はい、突進来ました、2回目、3回目は絶対緊急回避しないと被弾するんですよね。いや、危なかったね、マジ小型モンスターにしれっと邪魔されてるんだよな。これは離れてるパターン。はい、ん、はい、ダメです。あ、これ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 気づくの遅いんだな。あれだけ言ったのにね、もう飛躍を使っていくしかないな。なんか本当に主玉三つね重大事変とかの比じゃないぐらいやばいんですけど、私にとってこの人結構やばいんですけど。成功です、よし、右に避けるよ。はい、当たりません。ただ、あ、見切ってる、危なかった、当たりどころやんな、さっきのは。これ何回やんの、本当にマジ危ないんだから、あの技。あ、最高、カブト割り、なんか当たってるとこ全く見えないけど、いっか。なんだこの崖、ギリ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 、落ちそう落ちそう、落ちたしましたよ。どうなるこれ、え、ここに来る、いや来ないよね。危なかった、すごいね。ちょっと一旦あのキャンプ飛べるかな、これ。飛べないよね、あ、飛べる、あ、飛べないよね。あ、まただ、避けてよ、危ないよ、危なかった。飛躍、あ、もうダメ、あ、そっか、それは普通のやつやった、もうダメだ、紛らわしい。
はい、突進きます。これも避けます。で、3回目の突進は緊急回避じゃないとダメ。はい、いやいい、届かん。腰が来るんですけど、ダメ。右に避けるよ、右。よし。はい。マジで弱かったな。やっと倒せた。一番苦手だった本当にこの人は。もうかけて嬉しいです。勝てないかと思ったよ本当に。もうよかった。よくデスロール避けられたな、あれ。最後ね、最後カブト割りで終わったんかな。めっちゃ嬉しい。おー、しかも早い。ハンターランク500になった。主陣オーガより、主玉三つねよりもタイムが早いですね。あー、よかった。はい、本日は主ディアブロス重大事変をクリアすることができました。もう何十回行ったか本当にわからないですけど、多分主陣よりも練習してるんじゃないかと思います。それだけ本当に苦手っていうか、失敗が許されないのが本当に辛かったです。なかなか勝てないのに、本当に温かく見守ってくださった視聴者の皆様方、本当にありがとうございました。とても親切丁寧に詳しくアドバイスをコメント欄に書いてくださるので、いつも参考にさせていただいてとっても助かっています。今回はもう逃げるとこは逃げるっていう作戦で勝つことができたんですけど、なぁ、達成感が半端ないですね。いやー、これで結構重大事変の山場は超えたと思うので、残っている重大事変何が残っとるやろ。最後のページは終わっていて、あー、マガイマガドの強化個体と主リオレウス重大事変とナルハタタ姫の高難度ですね。それぐらいかな、あとクリアできてないのは。そっか、じゃあ次はマガドさんでも倒そうかな。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。これからもモンスターハンターシリーズの動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。いやー、お疲れ様でした本当に。